大手門西条陣屋は、愛媛県西条市民屋敷にあった西条藩の藩長である。戸沢大名の市柳直森は、官営13年、伊勢国神戸藩より1万8千国の活動を受け、6万8千国で西条に入り立藩した。直森は入法中に、大阪で病没し、医療のうち3万国を死死直主が継ぎ、 最上藩陣屋と周囲の陣屋長や商人長は、この時構築されたものである。医療の残りは、針間小野藩、伊予小松藩に分置された。漢文五年、直重の子、自家は失勢などを咎められ改易となった。五年の天領時代を経て、漢文十年、紀州藩初代藩主、徳川頼信の三男の松平頼住が三万国で、入法した。第二代、 来イタスは、奇襲藩主、徳川義宗が八大将軍となったため、宗家を継ぎなお、徳川宗直に改めた。以降松平氏が十代続き、来永の時、明治維新を迎えた。松平氏は参勤交代を行わない、江戸上府大名であった。陣屋の後は、愛媛県立最上高等学校の敷地として、使用されており、周囲は、 王子と同様に水彫りで囲まれている。第2アートセンター、日本の城下町十四国行政1981年12月10日 131p。ありがとうございます。